皆さんこんにちは。こんにちは。テレビ朝日映像の清原です。長崎です。花粉が辛いです。今は3月ですけど、はい、花粉が辛いということで、はい、辛いです。今日室内にいます。はい、これどこですか？これテレビ朝日。ちょっと最初に、お話ししとかなきゃいけないんですけど、テレビ朝日とテレビ朝日映像って違うんです。そうなんですよ。で、僕らはテレビ朝日映像なんですよ。これね、結構見てくださってる方も勘違いしてる方がいらっしゃるんですけど、テレビ朝日映像とテレビ朝日は別の会社です。ちなみにテレビ朝日の方が大きいですからね。これでっかいですけど、これあの胸部エコーのレントゲン写真の車です、はい、ピーってやるやつね。ピーってやるやつ。違いますねと思ったんですけど、違うんです。これはあの中継車。中継車でかいっすね。業務で使います中継車、使わないね。僕らは使わないですね、はい、今日はちょっとその辺を伺いに来まして、はい、ちょっと一人技術の方を呼んでおりますので、じゃあどうぞよろしくお願いします。はい、テレビ朝日技術局の小林さん。小林と申します。小林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段全然関わりないですよね。そうですよね、はい、一回もお会いしたことないですよね。そうなんですよ。やっぱそういうもんなんですかね、なんかね。もうちょっと交流したいんですけど。そう、本当はね、はい、ちょっとあのいきなり乗り込んできて申し訳ないんですけど、ちょっと今日コラボということで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中継車見せていただくということで、小林さんは中継車の中の方ですよ ね、はい、そうですね。主に中をフィッティングする部隊に、はい、昔所属しておりました。ビデオエンジニアということですか？そうですね、はい、かっこいいですよね。かっこいいですよね。こんだけでかいこれを。あ、これって何台あるんですか、テレビ朝日は？これがテレビ朝日が持っている一番大きな、はい、あ、一番大きい、中継車で、中型と小さいのと、はい、まあ、大きいが3台、3台制作技術としてはありまして、はい、報道の方さん、報道技術さんの方では5台、あ、結構すごいね。ちっちゃい機動性がいいものを持ってます。これはあれですか、直近で、まあ、東京オリンピックとかもあったじゃないですか、はい、そんな時もなんか使われてたりするんですか？東京オリンピックの時は使ってないんですが、主に最近だとあのサッカーの日本代表戦、はい、テレビ朝日が、はい、中継してたのとか、こちらの中継車使って、あの皆さんが見てた、はいはい、いわゆるテレビ朝日の大きい中継、なんか大変そうな中継は全部これで。わあ、じゃあ、まあ、それこそ野球だとか、ね、サッカーだとか、はい、そんなのを見てたら、その映像の裏側にはこのでっかい中継車があるんだ。ね、はい、これに乗って中継車、中継先に行くんですか、みんな？そうです、そうです。あ、これは、行くときは2人ドライバーさんと、この中継車のチーフが大体乗っていて、あとは他のスタッフは人員車で。じゃあこんなに大きいのに乗れるのは2人だけ？移動のときは2人です。助手席とドライバー席と。すごい扉多いですよね、これ。そうですね、いろんな機材を格納してますので。もちろんこれ特注ですか？そうですね、もちろんそうですよね、はい、もちろん、はい、かっこいいな。これ上にも登れるんですか？そうですね、ここからここにステップがあります。あ、これめちゃくちゃいいじゃん、これ、はい、すげえかっこいいな、これ。こういう感じで上に登れるようになってます。これ上登って何するんですか？上に例えばですが、電波をテレビ朝日まで届ける装置を置いてやったり、地デジのアンテナを設置したり、そういうのを上にもできるようになります、はいはいはい。あ、すげえ空調、あれ後でちょっと行きますけど、あれすげえ空調、部屋みたいですね、あれ、はい、あんなのついてんだ、すげえな。これドアですけど。そうです。これ中から出てきたらすぐ落ちちゃいますね、これ。そうですね、なのでここで、はいはい、実際に、うわ、超かっこいいな、これ。このようにして、うわ、モニター入ってる。どう出すの？あ、なるほど。になってます。で、このような形で。おー、いいっすね、はい。で、ここの下にもモニターだったりなんだったり収納できるようになってます。はい、あ、これ蛍光灯ライトついて、ね、夜もってことですか？はい、これは雨風をしのげるように、はいはい、ちょっとやってみますね、はい、外に行くのでやっぱり雨が降った時とかは、はい、やっぱりここら辺も周りだけでも、はい、濡れないように、雨風しのげるようにバーベキューできますね、これね、はい、こういう作りになったりしてます。これでも、これすごい台風的な嵐の時ってダメですよね。逆に風強すぎたらもうこれは閉まっちゃう時がありますが、まあ、雨風こういうのでしのいだりとか。ああ、なるほど、はい、あ、でもかっこいいな。これあるとだいぶ違いますね。あ、そうですよね。この辺はやっぱ濡れない。長崎さんの仕事なんて屋根ないよ。
屋根一切ないよ。一切ないですよ。1日何キロ歩くんですか、長崎さんは。一番最近で歩いたのは 46.5キロ。 46.5 キロ1日歩いて屋根ないよ。ないっす。この辺のドアは何ですか。はい、これはいろんな機械が、まあ、中乗ってるんですが、はい、その配線ケーブルとかがいっぱい張って、ちょっと直したいかったりと、直したかったりとか。うわすごい、これ今後ろ確認できますね。めちゃくちゃかっこいいですね、はい、これすげえかっこいいな、これこれはずっと見てられますね。だからこの辺芸術みたいですもん ね、 そうですね、こういうとこね。これとかはもう職人さんのすごいですよね、はい、本当ね、技ですね。これすごい暑い日とかって大丈夫なんですか、はい、中の空調温度を下げて、はい、下げればこっちも下がると。そうですね、寒すぎたり暑すぎたりはやっぱり機械にとって良くないので、はい、注意はしますが、やっぱり北海道にこの車持ってったりとかした時はやっぱりおかしなことを機械がしたりとか、挙動が変だったりとかする、はい、やっぱそうなんですね、はい。それ以外のところってなんかどういう感じになってますか。ここら辺は同じような配線になってて、はい、ここがまあ入り口になって、はい、ここはこの車は自分で駆動できるようになってますので、はい、このような形で。おすげえ、発動発電機がこんななってるんですか。いう感じですね。この発圧めちゃくちゃでかいじゃん、これ。電気はなんで積む必要があるんですか。そうですね、まあ、これがもしなかったら、これ以外に電源車と言われる電気をこの車に供給する車、はいはいはい、もしくは建物からこのようなケーブルで電気を供給してあげなきゃいけないんですけども、はいはい、この車は建物にそういうなくてもこの発動発電機で中継車に電気を与えてあげれるっていう意味なんですね。じゃあこっち逆側来ましたけど、はい、例えばですがこの辺とかはテレビ朝日の一番大きな中継車なので、はい、カメラが接続できるようなバンが、このように入ってます。17までここ17カメですね。できるように今なってます。めちゃくちゃすごいじゃん、はい。17カメ使ったのはどういう時に使うんですか。やっぱりサッカーの日本代表戦とか大きな番組はもう17カメで収まらないので、うん、プラスアルファいろんなところからケーブルを入れ込んだりとか、これじゃ足りない時が、ね、うわ超すごいな、はい、やっぱり。この辺はだいたい先ほどの配線と一緒ではあるんですが、同じようにこんなような感じで、このなんていうんですか、後ろの方はこういう風に全部なってるってことですね。そうですね、はい、なるほどなるほど。これすごいな、本当。これなんでここで開けれるようになってるんですか。接続外がやっぱりあったり、あとメンテナンスするときに後ろでここの信号、例えばここの機材壊れてるなってなったときにチェックするようですね、はい。あとこの辺は基本的には先ほどと一緒の配線とかなんですが、はい、同じようにこういうところにこのようにモニターをこう入れるように、はい、いろんなところ小スペースを使えるようになってます。これバスで言うと運転手の仮室みたいな、そこにモニター入ってるみたいな。モニターばっかり入ってますけど、カメラは入ってないんですか。カメラは中に入ってます。はい、まあ、大事な機材なので中で、はい、収納してます。わあ中だよ、すげえ。こちらになります。ああ、ありがとうございます。すげえ。あ、土足でいいんだ。土足でいいんですか。はい、土足で大丈夫です。はい、すいません、失礼します。はい、すいません。うわすっげー、めっちゃすげえ。なんかボタンいっぱいありますね。そうですね、そんなに広いわけじゃないですね、これね。そうなんです、今これは、外を、運転できるように閉じちゃってるんですね。閉じるっていうのはあるんですか。拡幅といって、水車が広がります、はい。あ、そうなんだ、はい、広がるんですか。はい、広がります。ちょっと広がるってなんかよくわかんないけど、なんで広がるって。ちょっと見せてもらうこと可能ですか。あ、じゃあちょっと。すいません。中継車を。はい、よろしくお願いします。すいません、拡幅お願いします。え、これどうなるんですか。車両さんがボタンを押しますと、はいはい、ガバッと出てきます。すっげえ、はい。はい、お願いします。じゃあお願いします。はい、かけます。怖いな、なんか。早いんですか。ビョーンじゃないですよね。ビョーンじゃない。おお。すごっ。これも特注ですよね、だからね。そうですね。めちゃくちゃすげえな、これ。ちょっとなんか、かっこいいですよね。はい、かっこいいですね。しかもこれ、ちゃんとテレビ朝日ってこう来るんですね。はい。
怖いな、なんか早いんですか、ビョーンじゃないですよね、おお、すごっ、これも特注ですよね、だからね、そうですね、めちゃくちゃすげえな、これちょっとなんかかっこいいですよね、はい、かっこいいっすねしかもこれちゃんとテレビ朝日ってこう来るんです ね、はい、これ広がるとどれぐらい出るんですかね、これかなり1メーター前に出てくる、だいぶ違いますね、はい、マジですごいぞこれ、どうなってんだ、おお広っ、うわすげえ、だいぶ広くなった、これかなり広くなりましたね、そうですね、さっきこの辺でしたもんね、そうですね、この辺であんまりスペースない感じがウィーンと、そしたらこちらの方にも、はい、オペレーターが2列でこのようにできるようになってます、これこういうことか、こうなってんだ、こうケーブルがこうウィーンとこうなるわけですね、そうですね、こうこれいいねこれ欲しいね、これテレビ朝日の方で展示会があるということで、これゴーテックって言うんですけど、ゴーテックって何ですか、はい、はい、テレビ朝日が、はい、日々研究している新技術の展示会ですね、はい、はい、テレビ朝日のホームページから、はい、ゴーテックの、はい、リンクの URL がありますので、はい、そちらから、飛んでいただいてご覧ください、それ分かりやすいようになって、はい、ちょっとぜひ僕も見たいと思います、なのでぜひご覧になってください、よろしくお願いします、お願いします。